荒野拓磨はオールラウンダーで、ピッチ中央でチームの攻撃を操る心臓。荒野拓磨は2024シーズン、新キャプテンとしてチームを牽引。荒野拓磨は中学生時代から、コンサドーレ札幌のアカデミーでプレー荒野拓磨は高校2年生で、西東6選手としてゲイリーグのピッチに立った。荒野拓磨はコロナの影響から、食品ロス解消活動を行っていた。新野拓磨は2020年大怪我を負ってシーズンを終了したが、 札幌ドーム MVP 賞を受賞した荒野拓磨は激しいプレースタイルからラフプレーも多く賛否両論を受けている。